リカルタ中学1年。理科の勉強は、カルタで楽しく覚えられるんです。リカルタ中学1年。歯行。歯の白い部分。葉緑体のないところ。光合成はできません。はい、ここではですね、よく出題される内容ですが、この 負の部分負の部分というのは葉緑体がないところで葉緑体がないと光合成ができませんでんぷんができません、えー、そしてアルミニウムークで光が当たらないようにしても光合成ができないということで光合成についてよく出題される内容をまとめてあります光の車輪空中速く水中遅くだから屈折します、はい、絵札です はいこれはリカルタの中で最高傑作と言われているな一つです光は空気中から水中に入ると進む速さが遅くなりそのために屈折します逆に水中から空気中に出ると速くなって、えー、こういう風な屈折をするというそのなぜ屈折するのかその理由を詳しく光の車輪という考え方で説明しています、えー、演習シリーズにも動画出てますので いろいろな動画を見て理解してください。プレートが沈み込み歪みができて地震が起きます。はい、エフです。はい、ここでは大きな地震の起こる理由を説明しています。はい、大陸プレートがあり、そこに海洋プレートが潜り込んで、えー、大陸プレートがそれで引きずり込まれたところで限界に達すると。 反発して跳ね上がるこの時に大きな地震が起こるというそういう説明です、えー、プレートについて、えー、よく理解をしてくださいペットボトルに二酸化炭素水入れ振ると潰れますはい、絵札ですはい、ここでは二酸化炭素がですね、水に少し溶けるたくさんは溶けません少し溶けることによってペットボトルがへこむという まあそんなな簡単な実験についいてて説明しています、えー、二酸化炭素の性質についてはいろんなところで出てきますので、えー、ここでしっかり押さえておいてください。補修法水に溶けるか空気より重いか軽いで決定だ。はい、ここでは気体の集め方についての説明です。まず水に溶けにくいか水に溶けやすいかで分けます。 水に溶けやすいものは空距離重いか軽いかで分けます。二酸化炭素が下方置換法で出てますが、実際二酸化炭素はこちらの水上置換法で集めることが一般的です。主な気体の発生法についても説明が書かれています。詳しい説明は再生リストのリカルタ中学校1年に出ています。 はい、理科の苦手なあなたを救うのはリカルタです一番大切なことは小さな努力を積み重ねることですはい、よかったらチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします